津和野城。津和野城は、島根県鹿野足郡津和野町後ろ谷ある日本の城。城石は、国の史跡に指定されている。津和野城は、津和野盆地の南西部に横たわる、標高367メートルの霊気山に築かれた山城。追記時からは少なくても室町時代後期、戦国時代までは、三本松城、もしくは、一本松城と呼ばれていた。 尾根伝いに南にある出城の中工場、東城と合わせて、史跡指定されている。江戸時代には、津和の藩亀石の居城であったが、藩町は、急春な山城を酒山麓に置かれた。明治時代に廃城となったが、山城には、石垣や堀、堀切、剣堀、連続剣堀などが残る。山麓には、馬場崎倉、島根県指定文化財、 物見ヤグラが現存している。また、藩主屋敷は、島根県立津和の高等学校になり、庭園は、唐洛園となった。なお、本城部分を含む上域を南北に貫く形で、和紙原八幡宮と、ふとし堤谷稲重神社をつないで、中国自然歩道が設定されており、この遊歩道から徒歩で途上できる。鎌倉時代、現行の翌年の公安5年。 1282年、吉見頼幸は、沿岸防備のために新岩美地方の地頭としてこの地に、赴任した。吉見氏は、当初、木、その、木祖や現在の津和の町木部に、屋敷、吉見氏巨館跡を設け、その北方に、御岳城や徳永城を築いていた。永仁三年、1295年、霊気山南側の足源八万宮の裏手から、三本松城。 もしくは、一本松城の築城を開始。山頂に向かって、拡張を続け、大公の子、吉見頼顔直の代である、清中元年、1324年完成した。大公以降、津和野城は、吉見市14代の居城となった。吉見市時代の津和野城の大手道は、岸暮れ、木住湯。霊気三世六の築川につながっており、当時の吉見市の館は、 吉暮れにあったとするのが通である。吉見氏は、戦国時代には、当初大内氏に属していたが、十一代当主正義は、大明寺の変で、大内義隆を滅ぼした、東春方に対して挙兵。天文二十三年、五百五十四年に百日以上に、及ぶ、牢城戦が生じた、三本松城の戦。その後、五島の戦いに勝利した毛利氏が、 傍聴計略を開始すると、吉見氏はその参加に入って引き続き津和野城を巨城とした。その後、慶長五年、1600年関ヶ原の戦いにおいて、毛利輝元を総称とする西軍が敗れ、毛利氏が傍聴二家国に押し込められると、吉見氏も津和野を退去して、萩に移住した。代わって東軍に属した、坂崎直盛が三万国。 後に加増され43,468国で入場し、石垣を多用した金星城閣へと大改修を行った。大手の位置を吉見市時代の絡め手側に改め、出丸屋天守を築いた。直盛は、玄奈2年、1616 16年に、千姫事件で自害、または家臣に殺されたともし、坂崎氏は海役となった。玄奈3年、 1617年、稲葉国六夜藩より、亀井正則が4万3000国で入場。以後、明治維新まで11代にわたり亀井氏の居城となった。亀井氏により、三六に、館、津和の藩邸や外堀が設けられて、城下町が整備された。上京三年、1686年上は、落雷に、愛火災が発生した。この際に、天守も消失し、 以後再建されることはなかった。安永2年、1773年、京都伏見稲毛より誕生し、ふとし鼓やぐらの達場内の一角太古国の峰に、太鼓、谷稲重神社を建立。明治4年、1871年、全国の各藩に先駆けて、廃藩、廃藩地検となり、廃城となった。城は、津和野の商人である、三上左衛門に払い下げられ、 翌7年、1874年に山城の城は解体された。昭和17年、1942年10月14日、国の史跡に指定される。昭和47年、1972年と平成19年、2007年には、史跡の追加指定が行われて、指定範囲が拡大した。昭和46年、1971年には、 山上への観光リフトが完成した。また、平成18年2006年4月6日、日本百名城、66番に選定された。吉見市時代の津和野城は、霊気山の尾根、塩根に多数の車を持つ、典型的な中世山城である。当時は、石垣などはなく、土塁と空堀による城だった。吉見市は長年にわたり城の防備。 拡張を続けてきたが、三本松城の戦いを前には、縦彫りなどが大きく強化された。当時の吉見市は、南の山口に、大内市、実質的に、東市、北の増田に、増田市と対立してり、南に我年城、北に、下瀬城を市場として築くことで守りを固めていた。特に、東城より、直線距離で、約10キロメートルほど北方にある、下瀬城とは、 おねずたいに行き来する感動があったとされ、三本松城の戦いでは、当軍の猛攻にさらされる、津和野城から下瀬城に本陣を移している。津和野城の本城、本極林は、飛行200メートルの山頂に築かれた。坂崎市時代に山頂が作兵され、石垣や天守を備えた、金星城閣となった。津和野城の主格は、金星城閣の石垣作りが良好な状態で、 保存されている。城の最高所は30軒台であり、津和の城下を一望できる。また、30軒台の南側には南門、三の丸などを見下ろせる人質、人字近くが北側には太古丸がある。30軒台の西側には、坂崎主寺台に三重天守が建てられた天守台がある。天守台の石垣は石英戦力岩が使われており、 大きい石は2トン以上のものである。なお、天守台が位置している場所は、本丸ではなく、二の丸である。天守台の北側には、二の丸石垣から一段、低いところを細長く走る腰クルワが設けられ、太鼓丸の石垣下に位置する、隠れ門まで続いている。天守台から見て、西と南の2方向に張り出した形状をしているのが、三の丸となる。 西側の張り出し部には、馬をつなぎ止めていた、馬立て、石裂の排水機構跡が残る、台所がある。また、台所の奥、西側には、エビアグラがあり、絡めて側を見張っていた。北から続く尾根、オリベ丸の方向から、本城への出入り口となるのが、東門で、坂崎市時代以降の津和の城の大手門である。東門を見下ろすような三段の石垣には、 三段矢倉が設けられ、厳重に守備されていた。そして、三の丸の西側、馬立てを挟んで、東門の反対側に位置する、西門は、西門矢倉が築かれていた。西門からは、岸暮れに抜けることができ、津和の城の絡めて、吉見市時代は、大手道であった。三の丸の南部には、狂わない二番所などがあったとされる、南門矢倉が築かれている。 南門からは、尾根をさらに南に下って、中工場へと続いている。本城の西岸に位置する城郭。津和野城の見張りの城と位置づけられており、石積みのボ塁跡が残る。また、中工場の南六、和紙玄八幡宮の裏手には、南出丸と呼ばれる出丸が築かれている。津和野城は南側から始められたため、中工場や南出丸は築城の初期に作られた。 山城としての津和野城は、吉見市時代に、数多くの掘り切り、縦掘り、横掘りが作られている。特に、前述の中高城の周囲には、多数の連続縦掘り、放射状縦掘りが存在しており、前山に渡って掘られた空掘りは八箇所に及ぶ。さらに、城山の周囲を流れていた津和野川が水掘り、内掘りの役目を果たす。亀石時代となる、漢文年間、 1661年から1673年に約1トルに及ぶ外堀が掘られている。うっ三駅登録には、津和の城の館、津和の判定があり、その矢倉として、馬場崎矢倉と物見櫓が現存している。馬場崎矢倉は、津和の判定表門の左側の隅矢倉で、近くに馬場があったことから名付けられた。追記時期の記録は残っていないが、 カ六年6年、1854年の判定消失の後、安政3年、1856年に再建されたものとされる。一方、モノミヤグラの方は、大正時代の道路建設に伴い、カラク園に移築されているほか、昭和時代の修復作業で本瓦原吹きから三瓦原吹きに変更されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。